それじゃあ私飲み物取ってくるわ。じゃあ私はなんかお菓子でも取ってくるか。よし、これで休憩終わったらいよいよダンジョンに殴り込みね。なんかいいアイテム取れたらいいな。そんで持って攻略できたらダンジョンを居住できるように改造して、やることがいっぱいね。お菓子持ってきたぞってバカされ目を話してる場合じゃねえだろう。はい、というわけで今回も火星の探索をしていきたいところなんですが、ぶっちゃけ不安しかないね。何せ前回行ったダンジョンに何にもなかったんだからな。何もなかったわけではありませんよ。ちゃんとチェストがありましたからね。ほとんどゴミ箱みたいなもんだっただろ。てかなんかさっきから足音が聞こえるな。外に何かいるっぽいね。おい、何かいるぞ。ひょっとして火星人じゃないのか。ようやく火星で初の知的生命体との遭遇だ。火星にもいたんだな。なるほど、見た目通り行商人のようね。あれ、でもルナリアンって書いてあるね。ということは月の住人みたいだな。火星人じゃなかったんだね。遠路はるばる月から火星まで行商に来たというわけですか。でも残念だったな、ルナリアンよ。ここにいるのは私とお前とトカゲだけだ。まともな商売なんて期待できないぞ。唯一商売できそうなのが霊夢だけだからね。冷やかし火星で細客になるかどうかだからな。いや、そんなことないですからね。私だって欲しいものが8割引きとかだったら考えますからね。ちゃんと細客じゃねえか。それでどうする？なんかいよいよ火星には何もなさそうだけど。いや、きっと探索すれば何か見つかるはず。とにもかくにも探しに行くしかないか。それじゃあ改めて火星探索にレッツゴー。というわけで気合を入れて探索するために今回はローバーで行くぞ。長距離探索ならやっぱりこれが便利だからね。それじゃあ行商人留守は頼んだぞ。多分こいつは留守番とかはできないと思うぞ。そして探索してると前回と同じ何もなかった神殿を再び見つける霊夢。多分何個見つけてもこの建物からは何も得られないと思うけど。いや、わかりませんよ。今度はがっつり何かあるかもしれませんよ。前回のが超特大大外れなだけだった可能性もあるからな。って言ってるそばからもう何もねえじゃねえか。はい、もうちょい右に寄って。はい、いいよ。じゃあそこでピースとかしてみよう。秒で諦めてアルバム用の写真撮影始めちゃってるし。千葉県にある有名なネズミがいるテーマパークは東京ディズニーランド。そこはシーっていうやつだろ。これでとりあえず火星の神殿に関しては思い残すことはありませんね。思い残すことはないんじゃなくて思い出がないだけなんじゃ。よし、引き続き火星の探索を続けるぞ。まだ始まったばかりだからな。今の時点で何の収穫もないけどな。あれ？ローバーが動かない。どうやら燃料切れみたいだね。こんな火星のど真ん中で燃料切れはシャレにならないぞ。安心してください、ちゃんと予備の燃料は持ってきてますから。今回はがっつり探索する予定だからな。準備は万端というわけよ。しかし一向に変わったものは発見できませんと。マジで何もないな。でもまだ諦めないわよ。探し続ければきっと何か見つかるはず。ってなんか動かなくなったんだけど。火星のど真ん中でローバー緊急停止。こんな何もないところで止まったらシャレにならないだろ。いや、落ち着け、きっと何か原因がある。燃料切れじゃねえか。かなり長い間うろうろしてたから燃料使い切っちゃったみたいだね。すいません、この辺りにガソリンスタンドはありませんか。あるわけねえだろ。そもそも何もないからこんなことになってるんだろうが。てかどうするんだよ、ローバーなしで探索するのは効率悪いだろ。そんなもんまっすぐ家に帰るに決まってるでしょ。帰るのかよ。さっきまだ諦めないとか言ってたのは何だったんだよ。あんなものはただのリップサービスに決まってるでしょ。リップサービスとか言うんじゃねえよ。そもそももう十分探したでしょ。もうこの星には何もねえんだよ。見たらわかる、何にもないやつや。マジで何にもねえのかよ。だからもうさっさと次の星に行く準備をするわよ。そんなこんなで何の収穫もない探索から無事に帰宅。冗談抜きで何の収穫もなかったな。そんなことはありません。この星には何もないということが分かったという収穫はありましたからね。やめてくれる？その無を取得みたいな概念で食い下がってくるの。はい、それじゃあ火星から旅立つ前に拠点で記念撮影しておこう。ここはやはり植林が成功して木が生えてるところをバックに撮るべきね。唯一の成果だからな。そういうこと言うな。はい、じゃあ撮るよ。よし、これで火星での記念写真も OK ね。たった2枚だけだけどね。確かにそう言われると少ないけど、どうしようもないし。一応ネザーでくたばる霊夢シリーズなら2枚ほど撮ってあるぞ。いや、だからそのくたばるシリーズはいいから。てかネザーでの出来事だから火星のところには貼れないでしょ。火星に行く途中での出来事として拡大解釈すればギリギリ。なるほど、中海側火星行き。ネザー通過中の出来事としてならいけるか。私が前回持ち出した理論がこんなところで悪用されることに。そもそもお前が悪用してたからね。さて、それでは早速次の惑星に行くとしよう。そのためには新しいロケットを作らないとね。今使ってるロケットは火星までしか行けないからな。そんなわけで火星のオストラム鉱石でロケットの部品を作ります。まずはオストラムタンクを作って、そしてオストラムエンジンを作りまして、あとはオストラムブロックをはじめ各種部品を組み合わせまして、ギアー3ロケットの完成よ。相変わらずド派手な音とともに出来上がりますと。毎回ちょっとびっくりするな。そんでもって発射台にセットしまして、見た目もギアが上がるごとにかっこよくなってるね。いかにも遠くの星まで行けますって見た目になってきたわね。それはちょっとよくわかんないけど、かっこいいのは確かだな。よし、それじゃあ次の惑星に向けて出発よ。火星ともしばらくお別れだね。思い出がたくさんあって名残惜しいですね。本当に思い出たくさんありました。それで次に行ける惑星はっと、マーキュリーとヴィーナスが増えてるね。一気に2つの星に新しく行けるようになったみたいだな。次は順番的にも金星に行きたいんだけど、さてどっちが金星でしょうか。片一方が金星でもう一方が水星だな。火星の一個下に表示されてる下分、こっちが金星でしょ。そんなわけで霊夢選手はマーキュリーを選択。果たして正解は？
というちょっとした手違いがあって一瞬だけ水星に行ったような気がしなくもないですが金星に向かいます。手違いっていうか単にポンコツかましただけだろ。まあでも火星の下に水星が書いてあるのは巧妙な引っ掛けではあったよな。あそこまで見事な罠だったら引っ掛かっても致し方なしではありますね。そんなことはねえだろ。さてそろそろ金星の地表が見えてくる頃だね。金星はどんな感じの惑星なのか。多分全部金でできてるんだろうな。だとしたら火星は火でできてることになっちゃうからね。お金星の姿が見えてきた。金星は地表にマグマがあるんだね。霊夢落っこちるなよ。わかってるからってすぐそこになんかある。おいこれひょっとして金星のダンジョンなんじゃないのか。それか金星人の住処かもしれないわね。どっちにしても着陸地点のすぐそばにあるなんてラッキーだね。場合によってはアンラッキーかもしれないけどな。どっちにしてもこれは最高のロケーション。まずはこの建造物のすぐ横に私たちの拠点を作ってやるわ。いやダンジョンだった場合危なすぎるだろ。最終的にはこの建物をすべて乗っ取り私たちの拠点とするわけだね。その通り。ただの侵略者じゃねえか。なんか武器持ったやつもうろついてる。どうやらダンジョンで確定のようだね。よしそれじゃあ早速この辺りに拠点を作ろう。目と鼻の先すぎるだろ。どうする？挨拶用の粗品用意しておくか。これから侵略するやつが挨拶とかしねえだろ。うちに余ってるどこでもらったかわからない安い手ぬぐいでも渡しておきましょ。全然水吸わなそうだから延年と予備としてしまわれてるやつね。あれをあげるのはどうかと思うけどね。宣戦布告ってわけだな。そういうことですね。そんなわかりづらい宣戦布告があってたまるか。そんなわけで広さとしてはひとまずこのくらいか。マジですぐ横に建てようとしてるじゃん。ここならちょっと通路を伸ばせばすぐに繋げられるからね。このダンジョンが私の家になる日も近いですよ。この家がダンジョンになる日の方が近そうな気がするのは私だけでしょうか。よし家も建てられたしあとは酸素生成器とかを作るだけね。またポンプを作るために弓とか必要だね。なんで用意してないんですか。アイテムがパンパンで持ってこれてないんだよ。まだほとんどのアイテムは火星に置きっぱなしだからね。アイテムの輸送は拠点作ってからの方がいいですからね。というわけで一度火星に戻る霊夢。そしてまた忘れ物をするんですよね。今回は一度じゃアイテムを持ってこれないという名目で何度でも火星に取りに行けるので忘れ物は発生しません。なおさらたちが悪いわ。そんなこんなで必要なもの持ってきたので拠点の建設を再開と。まずはソーラーパネルの設置ですね。これがなきゃ話にならないからな。そんでもってイナジャイガーも設置しまして、これもなきゃ話にならないからな。そしてポンプも設置しますと、これもなきゃ話にならないからな。さっきからそればっかりじゃねえか。まあ実際なきゃ話にならないものばかりだしね。確かにそれはそうだけども。そんでもって酸素生成器も設置しますと、これも当然なきゃ話にならないからな。もうわかったからいちいち同じこと言わないでいいから。ひとまず最低限の設備が整ったからあとは稼働させるだけだね。酸素生成器に水を入れて酸素が作られてる間に無限水源を作って、手やで無限水源になる前にポンプに吸われちゃった。残りの水バケツ一杯しかないのに。これじゃ無限水源作れないね。うごごごごご、わかってると思うけどこれもなきゃ話にならないからな。水が足りないとなると火星に戻っても解決できそうもないな。ということはもう絶対地球に戻るしかないよね。はい、というわけで快速水汲み便、水を調達します。何でも快速ってつければセーフになるわけじゃないからな。水を汲むために通過してるだけなのでセーフ。ハチドリが花の蜜を吸うためにホバリングしてるようなもんだよな。あれは花の蜜吸ってるけど花に止まってるわけではありませんからね。だから私も水汲んでるけど地球に止まってるわけではないんですよ。快速だのハチドリだの面倒くさい言い訳ばっかり引き下げてくるんじゃねえよ。しかも今回はマジで一瞬で金星に帰りますからね。3秒ルールが適用される可能性もあるな。ないし3秒以上経ってるだろうが。まあでも何はともあれこれで金星の拠点が完成するから。よしこの後はお待ちかねのダンジョン攻略よ。火星にはダンジョンがなかったから楽しみだね。宇宙服とか結構貴重なんだから帰り討ちに合わないよう気をつけろよ。拠点作ったら一旦休憩するか。集中力回復させるためにもそれがいいだろうな。ダンジョンの攻略にどれくらいかかるかわからないしちょうどいいタイミングね。それじゃあ私飲み物取ってくるわ。じゃあ私はなんかお菓子でも取ってくるか。よしこれで休憩終わったらいよいよダンジョンに殴り込みね。なんかいいアイテム取れたらいいな。そんでもって攻略できたらダンジョンを居住できるように改造してやることがいっぱいね。お菓子持ってきたぞってバカタレ目を話してる場合じゃねえだろう。まずいブレーキかけないと。本当に何をやってるの？飲み物取ってきたぞ。でなんか目を離した隙にくたばってるじゃん。ノーブレーキでロケットごと地面に激突してくたばったんだけど。メテオじゃん。くっそ一足早く休憩に入っちゃってたわ。早すぎるだろ。酸素生成器稼働させてからでしょ。休憩するのは。100歩譲っても着陸してからだろ。あーやっちまったやっちまった。しかもよりにもよって地球でリスポーンしちゃったし、この前来た時にここのベッドで寝たからな。ファントム出てて鬱陶しかったからね。あーもう最悪すぎる。てかその無駄にチェストパカパカするのやめてくれる？だってここからまた金星に行くの絶対大変なんだ。だからってチェスト開け閉めして現実逃避するな。てかマジでここから金星行くの大変じゃない？地球にそれぞれの星の鉱石持ってきてないからまずはティア1ロケット作って月に行ってそれから順番に。あ聞きたくない聞きたくない。まだ何も手をつけてない段階でそんな長そうな道のりを直視できないから。どの道歩かなきゃいけない道なんだけどな。うごごごごごご。とにかく一歩一歩進んでいくしかないね。なんとか金星に戻らないとだからな。それでは金星までの自動運転を開始します。お前にそんな機能はないだろ。アホ言ってないで頑張れ。
そんなわけで地道に金星を目指していきましょう。まずはピアー1ロケットを作成、これで月に行くんですが、ここで一つ問題がありますと。燃料が奇跡的に地球のチェストに入れておいた1杯分しかありませんと。月にはアイスシャードから燃料作る機会ないよな。だから地球で燃料調達しないと月で済むよ。思ってたより面倒くせえことになってんな。アイスシャードから作った燃料ある程度地球に置いておけばよかったね。当然そんな気の利いたことはしていないので、新しい油田を見つける必要があります。昔見つけたやつはもう飛び尽くしちゃったからね。マジで思ったより面倒くせえことになってるじゃねえか。だがしかしこんな時に輝くのが霊夢ちゃんの幸運スキル。思っていたよりもあっさりと油田を発見することに成功。なんだったら前回見つけたやつよりかなり近いところにあったな。幸運ですね。それはただ単に前回の探索がザルだっただけだろ。そんなわけで無事に燃料も確保できたので月に向かいましょう。よし、まずは月に到着ね。まずはピアー2ロケットの作成だね。でもデッシュ鉱石全部持っていっちゃったから、鉱石を掘るところから始めないとな。宇宙服がとりあえずで作った急造品の旧式だから敵にやられないように注意しないとね。さすがに私もその辺は細心の注意を払う。手堅く慎重に鉱石を集めるわ。そして無事にデッシュ鉱石を集め終わってティアー2ロケットを作成と。これでようやく火星に到着よ。そこに余ってるティアー2ロケットを地球に下ろしてればこんな面倒なことしなくて済んだのにな。確かチェストの中にもロケット余ってなかった。だとした持ち腐れにも程があるだろ。後で地球に持っていっとくのもありかもしれませんね。でも今は金星に向かうのが先決。オストラム鉱石を集め終わったのでティアー3ロケットを作成。これでようやく金星に戻れるね。アイテム残ってるといいけどな。くたばった瞬間アイテム散らばってたから消滅はしてないと思うけど、でも爆発したみたいになってなかったか。確かにメテオシしたからワンチャン全部吹っ飛んでるかもね。メテオシって言うなよ。まあさすがに回収できるとは思うけどな。まあ順当に行けば残ってるはずだからね。そう考えると残ってないとしたら全部なくなってるだろうな。さすがに全ロスだけは嫌だ。またネザライトとか集めなきゃいけないからね。頼むから残っててくれ。ってなんかダメージ受けてるんだけど。金星に降下中に謎のダメージ発生。やばい、こんなのどうしようもない。なんなのこれは。どうやら金星は高温の惑星だからネザライトの宇宙服じゃないと耐えられないみたいだね。そんな、それにしてもこんな一瞬で焼けちまうとはな。せめて着陸して落とした宇宙服探す時間があればね。てかまた地球から同じ手順でここまで来ないといけないの。さっさとロケット地球に持って行っておけばよかったな。ロケット先に立たずだったね。それを言うなら航海先に立たずね。うごごごごごご。